茨城県道171号石川博松河線、水戸市、新原茨城県道171号石川博松河線は茨城県水戸市内の一般県道である。水戸市、新原の国道55県道から水戸市袴松下1丁目の国道118号を結ぶ延長約 1.5km の路線で茨城県の県道としては比較的延長の短い路線であるが、 水戸市赤塚、石川方面から市街地を抜けて、茨城大学や国道118号方面へ出るルートとして重要な幹線道路である。前線対抗日車線で交通量は多く、国道50号の新原三佐路は特に渋滞になりやすい。茨城大学前から赤塚駅、水戸駅方面への路線バスも本県道を通る。沿線は、三都市、新原、西原、 明け町、上見と、松塚の市街地が続く。1959年10月14日、新たな県道として、水戸市石川町を起点とし、水戸市松塚町を終点とする区間を本路線とする、県道石川松塚線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号171となり、現在に至る。福音。 曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。